はいどうも岡崎の主です。本日は妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。本日6月1日なんですが、新イベントが始まりました。やった、この新イベント非常に神イベントではないかというぐらい、いいアイテム、秘伝書ももらえるし、ダブルゼータをね、1体ゲットできるとナンダリュウオーマがね7体もらえるという形で非常にいいイベントとなっております。そして、今ね一番最後にいるこのエンリュウも、簡単にゲットというか簡単に倒せるですね。ナンダリュウオーマがいると簡単に倒せるという非常にいいイベントで、運営が若干変わったんじゃないかというぐらいイベントが変わりました。あとさらに秘伝書がゲットできちゃうという形で、こちら、キャラをぐんぐん成長させられる2つのキャンペーンを開催ということで、秘伝書が 3.6%、 これもね非常に驚きを隠せません。はい、今日はねじゃあ何を話をしていくのかと言いますと、今プニプニに囁かれていること、そう、それはアプリのサービス終了でございます。サービス終了について、どんなことが起きていくとサービス終了になるのかを少し考えていきたいなというふうに思っております。現在プニプニはもう5周年突破して、6周年目に入っているのかな。2015年の10月21日から、アプリがリリースされております。なのでもう今年で6年目テコ入れをしないといけないかなという形で、非常にアプリとしては魅力が下がってきている、そして妖怪ウォッチとしても人気が下がってきているということで、非常にテコ入れが必要な時期かなと思います。でそんな中、プニプニと同時期に、まあ、ほぼほぼ似たような時期に、リリースされたアプリがなんと先日サービス終了のお知らせがありました。はい、それはこちら。こちらはですね、スーパーガンダムロワイヤルという形で、配信日が2015年10月の15日ということで、もうほぼほぼプニプニと同じタイミング、1週間違いでリリースされたゲームに、アプリになります。でこちらがガンダムという非常に長いことを愛されている、キラーコンテンツであるガンダムがサービス終了となります。もちろんね、人気だからといって、ずっと続くかと言われると、まあ、これ以外にもねやはりガンダムのゲームでも、サービス終了というのはたくさんあったりはするんですけれども、長年続いたこのスーパーガンダムロワイヤルが先日サービス終了というアナウンスが流れました。はい、でここから読み解けること、そう、それはね、前回私が動画で上げましたプニプニの売り上げ、それとね比較して見ていこうかなと思います。プニプニの売り上げに関しては先日発表いたしましたが、ランキング、まあ、ワースト10からワースト1を見てみると、だいたい3億から2億の間で推移しているという形になります。はい、まだ、2億の売り上げがあるという形なんですが、実はこのスーパーガンダムロワイヤルの月間売上予測を確認してみますと、なんと1億前後を、この1年間ほどずっと推移しておりまして、やはりこの売上が非常に影響しているというふうなことを言ってもいいのではないかなというふうに考えております。ですのでプニプニは今2億ちょっとで、先月5月は3億という売上を出しているようですが、やはり売上が下がるとサービス終了になってしまうというのが目に見えている。ただね、このスーパーガンダムロワイヤルに関してもやはりいろいろと、動いておりまして、1億前後と言いつつも、今年になってからは1億7000万ですとか以上の売り上げをね、叩き出しております。
ということはプニプニとほぼほぼ変わらなくなる、まあ、1億弱の売上差があるにもかかわらずサービス終了ということで、非常にプニプニも、対岸の火事という形ではいけないんじゃないかなと思っております。明日は我が身という風なのがプニプニにも差し迫っているんじゃないかなと私の考えていることになります。非常に売り上げを重要視するこのゲーム業界、プニプニの売り上げはどんどん下がってきており、先日、動画で発表した通り、今年になってから売り上げが一気に下がってきている、ワースト10の中に全て入っているということからも、やはりね、売り上げというのは非常に重要ではあるんですが、2億を切って、ずっと来ると、やっぱりサービス終了というのが近づくのかなというふうに考えております。やっぱり2億はキープしていきたい。そんな感じが、ちらほらと見えるかなと。そしてね、現在、ダブルスキル選べるコインということで、1枚5380円もするめちゃめちゃ高いコインが販売されているということもあり、売上にテコ入れをしているのかなというふうな形には見えます。ただね、これ値段設定間違えているかなと個人的には思っておりまして、値段は5380円じゃなくて2100円ぐらいで売っていただけると、まあ、それぐらいの2000円台で売ってくれると1枚2枚購入する人が絶対現れるのに、値段設定間違えてんじゃないかなというふうに考えております。はい、皆さんもね、ぜひ、プニプニへの売り上げに貢献というのは難しいかもしれないですけれども、ぜひぜひログイン、毎日ログインして、たくさんプニプニを遊べば、それだけプニプニが盛り上がって、延命できると、もう延命処置ですね、ができると思いますので、ぜひ皆さんもプニプニを楽しく、長いことを遊んでいけたらなというふうに思っております。頑張っていきましょう。まあプニプニ多分道筋になるのかなと思っております。ちょっと今年のね、前半は、結構下がってきてしまっていると、まあ、言いつつもまだまだ、売上としては2億を叩き出している、そんなゲームでありますので、今後もね、今年の後半になってどれぐらい売上が伸びているのか、維持しているのか、下がっているのか、そこをね、注視しながら、プニプニを楽しく遊んでいきたいなというふうに思っております。そして、今日の夜またライブ配信やっていきたいと思いますので、ぜひぜひ、プニプニライブ、ミルダム、そして YouTube とも、によろしくお願いいたしますということで、本日はこの辺で終わっていきたいと思います。プニプニサービス終了する道筋は見えたということで、この辺で終わっていきます。岡崎の主でした。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。